敵。いつものと全然違う。それになんだかこの前の芝って人と同じような手応えがする。こっちの攻撃が通じにくいというか、吸われている感じが。行こう。あんたたちか。悪いね、助かったよ。他のみんなは？私も探しているところさ。ま、最初に会えたのがあんたたちでよかったよ。あんたたちが一番ポイントが高い。下がれ！騙されるな、二人とも。そいつは姉さんじゃねえ。ゼノさん？その怪我は？ほう、私の一撃を食らって生きてるとは。しぶとさだけは一級品だね。本物の一撃はあんなもんじゃねえよ。その大して似てないモノマネ、いい加減やめろ、偽物さんよ。似てないとは心外。私の模倣は完璧。あなたは？私はミトラ、20の座、義の女神。偽物になるために私はある。私にはこの前触れた。俺にもついさっき触れたな。疑心は人を殺す。人が人を疑う様はとても滑稽。これからあなたたちは常に疑わねばならない。自分たちの仲間が仲間ではないのかもと。私はそれをいつも見てきた。そしてそれはこれからここでも。疑心は人を殺す。親切にご説明ありがとうよ。だったらここで元凶となるてめえを仕留めれば済む話だ。あなたたちはポイントが高い。ここをもらえば私の勝ち。ポイントって？誰が一番あなたたちを殺せるか勝負。今は私が負けてるから。ここで挽回。ふざけんじゃねえぞ。俺たちはてめえらの遊び道具じゃねえ。なんで怒ってるの？あなたたちもダーカーに同じことしてる。自分たちが駆られる立場になる気分はどう？それを因果応報というの。その気分はもしかしてあなたになれば分かるのかな。しぶとい。思ったよりも効率悪いな。これじゃ差が広がるばかり。だからちょっと本気でやる。なっ、ゼノさん。あれ、これでも死んでないの？ああ、なるほど。その武器、私たちと同じ奴らか。道理で硬いわけだ。でも持ち主を殺せば関係ないよね。あらあらあらら、これはこれは随分と危機的状況でしたね。リーサ、ドンピシャですよ。
また時間食いそうなのが来た。もういい、他のところでポイント稼ぐから。ゼノさん大丈夫ですか？今回復を。大丈夫だ、俺はまだタフネス自慢は大変結構ですが、今は足手まといを連れて歩ける状況ではありません。敵さんのポイントにされたくないならさっさと帰還してもらえますか？それとも B さんが解釈しましょうか？リサさん、いや言う通りだな、七木もこのざまじゃ役に立てねえ。あいつら相当ヤバい。お前さんでも勝てるかどうか。俺が言えた義理じゃないが、気をつけろよ。知っているとは思いますが、シバは今のあれより強いですよ。お二人も帰還された方が良いのでは？では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 、リサも一緒に行かせてもらいますね。何を隠そう、リサ一人だと中枢部に入れなくて困ってたんです。壊して入ってしまおうかと考えてた矢先にお二人を見つけられてよかったですよ。壊すって、そんなことしちゃダメだよ。リサがやらなくても敵さんが遠からず同じようなことをすると思いますよ。ほら、二人とも急ごう。そういえばリサさんにはどうしてあの敵の動きが見えるの？リサはちゃんと目で見てますから。ん？アークスの皆さんはですね、フォトンに頼りすぎなのです。目よりもフォトン頼りです。見えていないのにレーダーを頼って適当に攻撃を仕掛けたこととかありませんか？あれもそうです。皆さんは目で見てると思いつつ自然とフォトンを感知して動きをつかんでいたんですね。でも今は敵のフォトンが隠蔽されてしまっています。そして逆に敵にはこちらのフォトンの状態が筒抜けなわけで、当然動きについていけません。つまり現状は当然であってどうしようもないということです。それじゃあ私たちはずっとまともに戦えないの？敵のフォトン隠蔽を上回る技術を見出せば今まで通りに感知できるんじゃないですか？それにリサ以外にもフォトンに頼らず戦える人はアークスにはいますよ。それってきたわね。お嬢さん、お一人ですか？私と一人で対する割には大したフォトンも感じませんが、随分見くびられたものですね。見くびってるのはどっちかしらね。ん？これはもしや、あなたはフォトンを使っていない？そうよ、私はフォトンを持たない。感知も何もかも頼ってない。あんたのフォトンを吸収する能力は私には意味がないってことよ。まさかこのマイナス面がここに来て役に立つなんてね。絶対に許すことはできないけど、ルーサー様様ってところかしら。もらった！
お嬢さん、今何とおっしゃいました？私の聞き間違いでなければ、面白い名が出ましたね。何こいつ、すごくやばい。努力は認めましょう。しかし所詮は人の器での努力。宙を舞う誇りか、地に積もる誇りか、あなたと他の有象無象の違いはその程度です。私は生まれ落ちたその時から世界を滑るためにあった存在、世界の器たる存在ですから。世界を滑る存在とか、どんだけ傲慢なのよ。理解の必要はありませんよ。どうせあなたはここで死ぬ。無事かな、サラ。シャオ？これは驚きましたね。しかし手間が省けました。あなた、成長しておいて正解だったよ。なんとか守れたようで何より。バカ、どうして私なんかをかばって。合理的な判断じゃないのは分かってる。でもそうしなきゃいけないと思った。勝手に動いてたんだよね。いやはや僕も人間に寄りすぎた。だから人間らしく少し休ませてもらうよ。シャオ、シャオ。これで頭は潰れましたね。それでは続けて手を潰しますか。そうはならないよ。手を。分かってる。ブルクさんに手を出るか。遅くなってごめん、調整に時間食っちゃってさ。でも状況は大体分かってるよ。あいつがどれだけとんでもないかも。総司令とやらが直々にご苦労です。そのような機械人形で私に立ち向かうつもりですか。冗談、それは私の役目じゃない。封印解除。総司令権限アビス行使。アークス全員即時撤退、強制転送。マザーシップシャオ
します。見事な引き際です。これは想像より手を焼くかもしれませんね。よく我慢しましたね、二人とも。主が楽しそうでしたので。逃がしていいの？誇りがどう舞おうともどうでもいいことでしょう。しかし私は随分避けられていたようでポイントは取れませんでしたね。あいつらの相手効率悪い。ポイント勝負はバルナの勝ち。こちらに誇りが多かっただけの話です。では褒美として追撃はバルナに任せましょう。かしこまりました。私は留守番かな。残念。あなたにも遠からず動いてもらいますよ、ミトラ。何せ掃除には時間がかかりますからね。二人がそういう反応するのが目に見えてたからだよ。マザーシップとシャオ君とあなたたちを天秤にかけて、私はあなたたちを選んだ。そしてその選択が間違っていたとはこれっぽっちも思わない。シャオ君だってきっとそうしたから。シャオ君の演者、ソラちゃんだっけ？今なら私の姿が見えるかな？あなたは？私はアルマ、初代のクラリス・クレイス。前にあなたがここに来た時、私はここにいたけど見えなかった。でも今は見えている。この意味がわかる？シャオの力。そう、シャオ君の力はあなたのうちにある。シャオ君はあなたのうちで眠ってる。それはあなたという器には大きすぎる。目覚めたらあなたを壊してしまう。だからシャオ君は眠ってる。そうか、シャオは私の中にいるのね。しっかりしなさい、みんな。シエラ、何のためにシャオが権限移譲したと思ってるの？二人とも、あそこで君たちが死んだら元も子もない。対極的に物を見ないとダメでしょ。サラさんと、シャオなら言うわね。私の内側からそんな気持ちがふつふつと湧いてきたもの。そしてあいつはきっとこう言う。やられっぱなしはショーに合わないって。確かに言いそうだね。負けず嫌いだもんね、シャオ君。シエラ、各シップとの連絡は取れる？アークス各員の状況とかは？あ、はい。各シップ独立演算にて運用中です。アークスの状況はこちらに来てます。あちこちのシップに散らばってますが、6号の皆さんは生存確認済みです。アークスの現存数もオペレーター主導で確認してる。あと1時間もすれば状況が出揃うよ。シャオはこういう状況を見越してた。だから権限を段階的に移譲して自分なしでもアークスが動くようにしてた。でも残念だったわね、シャオ。
まだ隠居なんてさせないわよ。シェラ、アークスシップの航路変更。惑星アムドゥスキアに向かって。アムドゥスキアですか？シャオが最後に私に言ったの。アムドゥスキアに向かえって。きっとあそこに鍵がある。現状を打破するための鍵が。